これをこっち向けもう開いてますから、開いてるってことはソールから落ちるってことだ。なるほどなるほど、そういうことだ。はい、だからショートアイアンも同じような感じです。だからそれが基本的にソールの使い方、うんうん、あとはバーンス角度だったり。そうバーンスですよね。バーンス角というのは、そうバーンス角の説明をちょっとしていただいてもいいですか。なんかどうだったっけ、開くとほらみんな浮くから嫌だっていうのは、そういう、いやだからこれがバーンス角、浮いてるじゃないですか、こうなってるじゃないですか、浮いてますよね完全に。これがバーンス角です。そう、もうこの角度ですよね。はいはい、浮いてます。これめっちゃいい浮きしてるじゃないですか。そっち、それ SM7?どっち、それ冒険ですね。はい、ああ、うん、はい。で、だからその開いて、そのそうやって開いて使うようになって、まあもともとそのスクエアに構えてもそうなってるってこと。で違うです、これがバランス角を測るときは、はい、地面の水平に対してシャフトを垂直に置いたときにこう刃が浮くよ、はいはいはい、だから刃が浮くっていう人は、うんうん、こういうふうに構えてるから歯が浮かないです。これこう構えたら歯は浮かないです。ああ。だからインパクトってこうでしょ、クラブを遅らせてインパクトする、はいはい、こうやってやるのはロブショット、うん、バンカーショットだけです。飛ばさないショットの時はこうやってインパクトしますけど、普通はこうじゃないですか。そうすると、はい、そうするとこれがインパクトハンドファーストでしたらこれ浮かないじゃないですか、ドンピシャですよ。だから滑ってくる。あ、じゃあそうやって当てるんですね。そうですよ、はいはい、ハンドレートに当てるのはロブ、バンカーだけです、うんうん、ハンドレート右足体重で打つのはロブとバンカーだけ、飛ばさないから、はい、アプローチは全部こうじゃないですか、ハンドファーストじゃないですか。でだけどまあそうで、ダメな使い方っていうのはどう当てると、まずそれダメですよね。こう当てる、それでダメですね、はい、うん、つっつきすぎはダメですよね、それもダメですよ。これもダメですよ。それもダメですよね、はい、だけどこれ小林さんに弁護番なんでしなかったし、あ、多分したと思う。そうね、クォーターインチ、うん、歯が浮くように使いなさい、うん、はい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 、こんだけ浮いてればいくら手前から入っても滑ってくれるんだ、うんうん、浮いてないからちゃっくりして止まっちゃうんですよ。要するに直接あそこに三角にここに入れようとしてはダメだったんですよ。バンスを使いなさいっていうプロの言うことはそういうことなんです、はいはい、バンスを歯を浮かせながら滑らしていくのをバンスを使うって、はいはい、これ歯が浮いてないってことはアプローチ刺さるってことです、うんうんうん、だけどそれは説明で言ってるだけで皆さんこうやって打ってるんですよ。それダメでしょ。これがいいんです。え、あ、それがいいの。これがいいです。これもダメです。後ろが浮いちゃうのは、あ、そうで、後ろが浮いちゃうのがダメ。ダメです。あ、はいはい、あ、ペタってつくの、ペタが OK なの、うん、ペタが逆にいいんだ。ペタにつくす、つかすためにこうなってるわけだから、はいはい、これがこうなるんだ、はいはいはい、バンスを減らして当てるから、うん、最初に増やしときましょうっていうのがハイバンスの理論。あーはーはー、なるほどなるほど。だからハイバンスはロフトが立つじゃないですか、はいはいはい、立てば立つほどスピン効率って高くなるんですよ。寝れば寝るほどスピン効率って弱くなる。そうですね、はい、だからなるべく立ってフェースにボールを乗せながら閉じながらボールを離していくとフェースに乗ってる時間帯、接触時間帯が長くなってよりボールが捕まったスピン、はいはい、あのスライススピンっていうのはよくカットに振るっていう人、うんうん、あれは捕まってないスピンなんで、うん、予測がつかないんですよ。ダメなんですよね。ちゃんとフックスピン、アプローチはフックスピンが、はいはい、うんうん、フックスピンが究極なアプローチ、はいはい、捕まえてスピン、わかりますわかります、はい、その時にソールが立つ方向に行くのがバンスの役目です。あ、これがバンスがないと入れてもこうなっちゃうんですよ。あ、負けて、そっかそっかそっか。そうすると余計にトップしたいです。なるほどなるほど。そういうことは、すみません、あの構える時は、うん、まあ、ちょっとやや開いて見えるのがフェース面がスクエアな、うん、そうですね、ことですよね。当てる時も同じ角度ですか。
うん、なんかこれあのプロとこう遠で打つんですよなんて哲也君も言ってたから。遠ですよ。あ、やっぱりそうなんですか。そこを知りたいなと。僕の打点はここっすよ。結構遠じゃないですか。そうですよ。僕の打点はそこが一番球が捕まって重心がここ、このウェッジはこの辺なんですね。重心が、はいはい。そうすると重心の対角線の下2本目ぐらいのこのスコアラインがあるかないかってところが一番ギア効果でスピンが入って球が捕まる。そういうことだね。だから僕は OT の時にウェッジは高重心って言ったんですけど、なんか解釈がみんな間違っちゃってブレード厚くして上高重心、うう、僕はヒールの高重心、うん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 、対角線の通ってる下。でも上ばっかりは重くしちゃうから、まあいろんなメーカーはラフでみんなこうなっちゃうんです。それダメじゃんですね。だからとかは使えなくて契約やめちゃったじゃないですか。アメリカのベントとかポアナとかでみんなフェースがひっくり返っちゃうんで使えない。だブレードをいくら重くしてもスピンに何の関係もないです。そうか、やっぱり遠で打つってそういうことですか。そうです。分かった。だからなるほど、理解できた、理解できた。やっとこれを僕のやつなんですけど、僕の打点は一番大きいのここですね。そこ、そんな先、はい、なぜかというと重心から離れてるイコールミスショットじゃないですか。うんうんうん、ヘッドスピードに対してボールに伝達する力の伝達効力がめちゃめちゃ弱まる、はいはい、うんうん、でもそれを利用してあげるの。なるほどなるほど。ウェッジっていうのは大きく振って飛ばないのが名機なんです、うん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 、なぜかというとラフに入った時に振ったら飛んじゃうからこうやるからザザッと飛んじゃうんです、うんうんうん、それを振っちゃっても旅行しか飛ばなかったら、はい、だからみんな60とか64度使うわけじゃないですか。でもそれプラス芯を外して全然ポヨヨヨしか飛ばなかったらボールの自重だけだと思ってくるんですよ。なるほど。それが極論なんです。そういうことか。だから昔名手だったデイビスラブ3って、うんうん、はいはいはい、このスコアラインのない上で打つんだよ。なるほどね。もうピョコンしか飛ばないっていうのがウェッジの使い。だからまあある面白い、ここにもあるけどこう言っていいの、うん、何まあ、言わ、はいはい、こう内部の重心コントロールで全部芯で当たるようにしてる。あ、してるんですか。じゃダメじゃないですか。芯で芯に当たったら、うん、みんなプロはうわクソアプローチって言うんですよ。あ、なんでかって言ったら球の初速が速く飛んでっちゃうんで、ね、いくらスピンかかってても、はいはい、初速が速く芯で当たるとワンバウンド目が初速が速いんで前に跳ねるんですよ。そうするとスピンバックスピンって前に跳ねることで解けれます、うんうんうん、僕らは上に跳ねさせるように作ってます。上に跳ねさせるとスピンを保ったままツツって止まるんです、うんうんうん、だからそれが皆さん勘違いしてるんですけど、こう芯でウェッジでここで打ってる人なんてもうたくさんですよ。そういうことですね、はい、ミスショットだけどこのぐらいで打つような感じ、うんうん、そうか、なるほど、よくわかりました。だから芯で打たせるっていう理論っていうのは、うん、球が飛んじゃうんですよ。うん、わかります。振った分だけ飛んじゃうんで、うん、そうそうね、はい、ああもう寄らないとこから絶対寄らない。了解了解です。っていうのがウェッジの概念。ということはあのもう理屈は僕はわかりましたけど、うん、そのもう要は初心者じゃないけどもうね、ウェッジどう使うんですかって言った人に、うん、もうかんあの説明するときに、うん、じゃあまあ構えはこうだよと、うん、こうやって構えんだよと、うん、まあ、ちょっと開いてるのがフェーススクエアなんだよっていう、うん、でそこから、まあ、さっき言ったように、まあ、要するにインサイドに引っ張り込むなよと。そうですね。それはダメよと。悪い人は全部ここ、それバンス使えなくなっちゃうよと。リーディングエッジから、うん、これがほとんどですね。もうそインサイドシャットって僕らは言う。あ、インサイドシャットね。インサイドシャットにしたら、うんうん、絶対にもうチャックリしか出ない。チャックリしか出ないよと。チャックリかつっつくか。はいはい。どっちかです。で、さっきのように、まあ、手元はインサイドに収まり、ヘッドはちょっと外にオープン気味になって上がるんだよってことですね。そうですね。はい。で、そこから下ろすときはどういう、遠で打つ感じでいいんですか？これで左向きはいい。あ、それで左向きはいい。回れ左です。あ、手は何もしない。あ、手は何もしない。でも周り左向けと。周り左です。了解です、了解です。周り左だけ。オッケーそうです。それショットのダウンスイングから左に回るだけで手は何もしないです、うんうん。まあ今そうですよね。
前ね、女子行ってた時に、はい、あそこのコースって、うん、あんま芝が良くないと、もうラフくちゃくちゃで生えてないんですよ、はいはい、下くちゃくちゃで、まあ、春先にありがちな、芝が生えてない、はいはい、あ、何番でしたっけ、16ショートあるじゃないですか、うん、ちょっと短めというか打ち下ろしのショートの、はいはい、あれみんな左外すんですよ、うんうん、右外すとあそこ芝生えてないんですよ、ああそこそこそこ、チャックリするからみんな左、はいはい、なるほどなるほどなるほど、それでまあある女子プロはね選手がこう練習ラウンドしてて、うん、僕ウェッジを提供してて、で岡本彩子さんっていうので、うん、岡本さんがこう打ったら、うん、その子はチャックってしたんですよ、うんうんうん、チャックリしたんですよ、はいはい、こうやってチャックってしたんですよ、はいはい、そしたら岡本さんが見てて、あんたさ、うん、ね、20ヤードのアプローチとドライバーショットって下の動かし方一緒よ、うーん、下が動けばチャクったって、はい、そのまま引っ張っていけるの、そっかそっか、それを手だけでやるから止まっちゃうんですよ、あ、なるほどなるほど、だからさっき言ったようにアプローチでもビュッて左側からこう切ると間ができるんで、うん、遅らせるんですよ、はいはいはい、だからチャックリ、そっかそっか、だから下をいかに使うか、ちっちゃいアプローチでも下を使うっていうのがアプローチの基本なんで、それで初めてバウンスが効率よく使えるんです、うん、バウンスはダフっても OK っていう機能だから、僕のバウンスはボールあったらボール1個半分ぐらい手前から入れれ適当でいいですよ、滑りますから、あ、ということなんですね、ということです、はい、使い方さえ間違えない、うんうんうん、分かります、僕はウェッジとかクラブを作ってるんでこう使ってくださいっていうのはあるんで、ね、うん、取説みたいな、はいはいはい、でバックスイングのオープンに上げるヘッドインサイドに引かないのと、あと下から切り返してバンって、なるほど、了解です、分かりました、その辺がウェッジに使います。